一本ハールバーガー入れたらどうやろう。いただきます。お、明るいね、このランプが。じゃあ、おやすみなさい。この前、河内長野行った帰りにね、行った焼肉屋さんでお肉を買ってきました。さあ、じゃあ、小峠和牛の焼肉ミックス。それ、結構分厚い。うん、それとかめっちゃ分厚い。豪華なやつがいきます。このお肉屋さん、美味しいよ。うん、安い。うわ、結構入ってこい。めっちゃ美味しそう。うん、こんなにカレーだけど美味しい。今日可愛いエプロやな。特製ね。お誕生日プレゼントの。はい、乾杯。乾杯。どう？うまい。うん、お皿にする？それとも器？それともいい。あ、一緒やった、ひっくり返すも隠しといて。いただきます。うん、どう？柔らかい。柔らかい、うん、いける。これめっちゃ美味しい。うん、ホルモン祭り。うん、めっちゃうまい。おとなしになった今。煙がな、だいぶ上がってるなぁ。結構かった。焼いたら大丈夫。頭かった。うん、多分頭かった。こっちかと思って。薄ごないの油。うん、シャトーブリアン。15分経った？うん、3分経った。待たれへん人やな。おお、でも光ってる、光ってる、光ってる、光ってる。うん、銀シャリ。これで2号？2号。うん、大きいね、そのメスティン。そうやね、今回ね、ミリキャンプっていうメスティンを買って、これね、2号炊きができるのよ。で、今まで使ってたのがこっちね、トランギアキです。うん、ちょっと大きさね、いちゃいますね。どこできてるか食べてみましょう。うん、いけてる。うん、ちょっと芯残ってる。初めてやからね、2個。うん、それめっちゃ簡単や。磁石。磁石なの？どこに磁石？ここかな？そうそう。うまい。簡単にくっつく。もう人を暗くするやつね。これ、うん、これカーテンやねんけど。真ん中が開くようになってね。でね、布に磁石だけを、うん、磁石をくっつけたものが。あ、それ後ろね、今。これな。はい。おお、あ、暗なった。おお、真っ暗。お化け屋敷みたいになった。そしたら、うん、次マット。結構でもあれやな。思ってたよりこのベゼルフラットになるね、後ろ。うん、なるほど。ゼロンショットして、うん、でここの一番硬いところに置いておく。で、ここでやっとこれね、この今回お買い上げ商品 SUV エアマット。そう、これ SUV の車用ってこと。そうそうそう、そういうこと。まあ、ワンボックスとかでもいけるけど、膨らむんや、膨らむで、膨らむで、膨らむで、ここに
ってる添加製品が入ってるからこれを使います。シガーソケット入れてどうなったの。あ、そこに入れるところが人工呼吸も入れつつ次はあ、これね、これの方が多分分かりやすいわ。これが逆指弁になっててギュッと入れます。でね、ベゼルはここにもついてるよ。シガソケットが後ろに。そうなんだ。そうそう。あ、これか。うん、これね、12ボルトついてるからね。暗いからね。暗いからちょっとピントが合わないけどな。クラしてしまったからな。これ同様できましたね、ベッド、うん、いい感じのベッドが。これはもし最悪落ちた時に、うん、あの痛くならない。落ちた時あのこいつがじゃん、おう反対側キャンキャンキャンウェイキャンウェイ知らんけどキャンウェイいいの、うん、有名な知らん二人用のくるみ。おお。寝袋です。枕ついてるじゃん。枕つき。あんまり役立たなそうなね。なんやようわからん、うん、ふわふわの枕でございます。でもすごいね。うん。お買い得やったね。お買い得やな。うん。タイムセール入ってて、うん、なんか5,000円ぐらいだと思う。安い。郷さんが寝て寝れるんであれば、大体の男の人は寝れるってことやろ。そうなのか。うん。あ、暗い暗い。寝れるね。こう2人こっちにね、もう1人、うん、もう1人って私や、うん、いや全然私は余裕、私はもちろん余裕、うん、けどあのほんまに成人男性そうやな、2人で寝れるよね。アリスとメイこれぐらいやんか、うん、言うたら こんな感じかな。だからそうやな、うん、こんな感じで間で寝るわね。足もぴったりですか。足はね全然出てないじゃん。出てない、うん、伸ばして乾燥感じで寝るとこんな感じになるの、うん、受けそうやね。このままで夜寒いから、うん、こいつじゃん、うん、電気も、はい、この中に、うん、このね、ちっちゃいね、ポータブルの、はいはい、ここに、うん、見ながら、うん、でどうなの最後、最後どうなの。うん。それでは寝る準備を始めましょう。そんなに寒くなくて気温がだいたい11度ぐらい、結構あったかいよね。メイとアリスと一緒に入ってきました。ちょっと散らかってるけどね、片付けていきます。なんかもうメイちゃんも落ち着こうとしてる。メイは一番奥に巣作り広いね。うん、割と広い。靴下は履いた方が良さそうやな。靴下履いてない。うん、履いてない。なんで今持ってきてるよ。あ、それではおやすみなさい。バカ、チャックが履いてるからさ、誰を引っ張ってんの。アリスやろ、どうせ。ちょっとメイちゃん生まれてあかんねん。よく寝た。今ですね、朝の6時半でございます。あ、電気毛布が効いてるのか効いてないのか分からへんけど、そんなに寒くもなかったし、うん、高いと。っていうような感じで、本日は、プレ車中泊をお送りしました。それではまた次回はね、どっかの RV パークかオートキャンプ場を使ってお送りしたいと思います。ありがとうございました。さよなら。
なみに温度は11度ぐらいか、結構あったかかったね。はい、